孔悟私は古い酒を愛するように古い快楽説を愛するものである我々の行為を決するものは善でもなければ悪でもないただ我々の孔悟であるあるいは我々の皆不快である そうとしか私には考えられない。ではなぜ我々は極寒の天にもまさに溺れんとする幼児を見るとき進んで水に入るのであるか救うことを解とするからである。では 水に入る不快を避け幼児を救う貝を取るのは何の尺度によったのであろうより大きい貝を選んだのであるしかし肉体的貝不快と精神的貝不快とは同一の尺度によらぬはずであるいやこの二つの貝不快は 全然相入れぬものではないむしろ乾水と淡水とのように一つに溶け合っているものである現に精神的教養を受けない京阪あたりの紳士諸君はすっぽんの汁をすすった後うなぎをさに飯を食うさえ無常の貝に数えているではないか かつまた水や換気などにも肉体的享楽の損することは寒中水泳の示すところである。なおこの間の消息を疑う者はマソヒズムの場合を考えるがよい。あの呪うべきマソヒズムはこういう肉体的快不快の外見上の盗作に 常習的傾向のの加わったものである私の信ずるところによればあるいは中東の苦行を喜びあるいは狩りの殉教を愛したキリスト教の聖人たちは大抵マソヒズムにかかっていたらしい。 我々の行為を決するものは昔のギリシャ人の言ったとおり幸恩のほかにないのである我々は人生の泉から最大の味を汲み取らねばならぬパリサイの都のごとく悲しき面持ちをなすことなかれやそさえ すでにそう言ったではないか賢人とは筆境渓曲の道にもバラの花を咲かせるもののことである種々の祈り私はこの祭意をまとい この金との儀を堅持、この太平を楽しんでいれば不足のない主樹でございます。どうか私の願いをお叶えくださいまし。どうか一粒の米すらないほど貧乏にしてくださいますな。どうかまた優勝にさえ飽きたりるほど冬にもしてくださいますな。 どうか、最僧の農夫すら嫌うようにしてくださいますな。どうかまた、高級の霊人さえ愛するようにもしてくださいますな。どうか、宿泊すらンゼぬほど、愚昧にしてくださいますな。どうかまた、運気さえ察するほど、 聡明にもしてくださいますなとりわけどうか勇ましい英雄にしてくださいますな。私は現に時とするとよしがたい峰の頂を極め肥えがたい海の波を渡りいわば 不可能を可能にする夢を見ることがございます。そういう夢を見ている時ほど、空恐ろしいことはございません。私は、竜と戦うように、この夢と戦うのに苦しんでおります。どうか英雄とならぬように、 私の志を起こさぬように力のない私をお守りくださいまし私はこの春酒に酔いこの金露の歌を受しこの口実を喜んでいれば不足のない主々でございます 神秘主義神秘主義は文明のために衰退し去るものではないむしろ文明は神秘主義に超速の進歩を与えるものである個人は我々人間の先祖は アダムであると信じていた。という意味は創世記を信じていたということである。今人はすでに中学生さえ猿であると信じている。という意味はダーウィンの著書を信じているということである。つまり 書物を信ずることは懇人も個人も変わりはないその上個人は少なくとも創世記に目をさらしていた懇人は少数の専門家を除きダーウィンの著書も読まぬくせに天然とその説を信じている 猿を先祖とすることはエホバの息吹のかかった土アダムを先祖とすることよりも交際に富んだ信念ではないしかも今人はことごとくこういう信念に休んじているこれは進化論ばかりではない 地球は丸いということさえ本当に知っているものは少数である。大多数はいつか教えられたように丸いと一途に信じているのにすぎない。なぜ丸いかと問い詰めてみれば上部は総理大臣から家具は腰弁に至るまで説明のできないことは事実である。 次にもう一つ例を挙げれば、恩人は誰も個人のように幽霊の実在を信ずる者はない。しかし、幽霊を見たという話はいまだに時々伝えられる。では、なぜその話を信じないのか。幽霊などを見る者は、 迷信にとらわれているからであるではなぜ迷信にとらわれているのか幽霊などを見るからであるこういう懇人の論法はもちろんいわゆる循環論法にすぎないいわんや さらに込み入った問題は全然信念の上に立脚している我々は理性に耳を貸さないいや理性を超越した何者かのみに耳を貸すのである何者かに私は何者かという以前に ふさわしい名前さえ発見できない。もし強いて名付けるとすれば、バラとか魚とかろうそくとか、象徴を持ちうるばかりである。例えば、我々の帽子でもよい。我々は羽のついた帽子をかぶらず、ソフトや中折れをかぶるように、 祖先の猿だったことを信じ幽霊の実在しないことを信じ地球の丸いことを信じているもし嘘と思う人は日本におけるアインシュタイン博士あるいはその相対性原理の歓迎されたことを考えるがよい あれは神秘主義の祭りである不可解なる荘厳の儀式である何のために熱狂したのかは改造者種の山本氏さえ知らないすると偉大なる神秘主義者はスウェデンボルグだの だのではないの実は我々文明の民である。同時にまた我々の信念も三越の飾り窓と選ぶところはない。我々の信念を支配するものは常に捉え難い流行である。あるいは、 真意に似た幸である実際また聖子や竜洋君の祖先もやはり猿だったと考えることは多少の満足を与えないでもない自由意志と宿命と とにかく宿命を信ずれば罪悪なるもの,の存在しないために懲罰という意味も失われるから罪人に対する我々の態度は寛大になるのに相違ない同時にまた自由意志を信ずれば責任の観念を生ずるために 両親の麻痺を免れるから我々自身に対する我々の態度は厳粛になるのに相違ないではいずれに従おうとするのか私は天然と答えたい半ばは自由意志を信じ 亡ばは宿命を信ずべきであるあるいは仲ばは自由意志を疑い仲ばは宿命を疑うべきであるなぜといえば我々は我々に負わされた宿命により我々の妻をめとったではないか同時にまた我々は 我々に恵まれた自由意志により必ずしも妻の注文通り羽織や帯を買ってやらぬではないか自由意志と宿命とにかかわらず神と悪魔美と衆勇敢と強打理性と信仰 その他あらゆる天秤の両端にはこういう態度をとるべきである。個人はこの態度を中庸と呼んだ。中庸とはイギリス語のグッドセンスである。私の信ずるところによればグッドセンスを待たない限りいかなる幸福も得ることはできない。 もしそれでも得られるとすれば、炎天に炭火を用したり、大寒に内輪を振るったりする、痩せ我慢の幸福ばかりである。